へようこそ。もくもくもかです。たんたん。はい、ということで今回ははいと言ってはいけないドンキ購入品紹介やってまいりました。この企画今回はですね、前回ダイソーさんの方で英語禁止の動画があったんですけど、それの今回ははいと言ってはいけない、ドンキ購入品紹介でございます。今回はですね、6000円で15品買ってまいりましたので、それを一個ずつ紹介していきたいと思います。私はですね、はいって言っちゃいけないっていうのは結構自信がなくてですね、なんか結構懐かしの商品だったりとかが多く入ってて、個人的にすごい欲しいものがたくさんあるので、ちょっと頑張って取られないようにしたいと思います。で今回は食べ物が結構多いので、でも食べ物は結構こうなんていうんですかね、自分のゆかりのあるものというか馴染み深いもの、思い入れの強いものが結構多いので、あんまり早く言わなくなった時にやりたいなって思うので、まず食べ物じゃない商品からいきたいと思います。じゃあここからスタートしましょうか。よーい、スタート。はいはいはい本当にわざとじゃない。今でまだ何もしてないからすごいですよね。まだ乗ってないんで、ですよね、大丈夫にしましょうか。危ない。ということでこちら、まず最初ですね、こちら桃セラミドの潤うプルジュレマスク、シートマスクですね。シートマスクなんですけど、桃ジュレなので結構ゼリー状の感じのシートマスクで、ずっと気になってたんですよ。インスタとかでも話題になってたりとか、 TikTok でスキンケア商品の紹介とかでも結構使われてることが多くて気になってたので、こちらを購入しました。ちょっと待ってください、入ってやらないんだ。結構いけるかも。本当ですか？はい。 あ、いっちゃいましたね。没収ですね。はい、こちら上手だな。今のやばいですね。ちょっとそれ結構欲しかったんだけどな。じゃ次いきますね。次こちら、モテ組実感、頭皮の集中ヘアマスクで、洗い流すタイプのヘアトリートメント。初めて見たんですけど、なんかモテ組実感っていうこの商品名にすごい心を惹かれて買いました。ホットタイプとクールタイプがあったんですけど、まあ夏なのでクールタイプがいいかなと思って、クールタイプ。はいはいはい、あ、やばい今自分で事故った。じゃあ次行きます。はいはいはい、あ、やばい乗ってないから。まだね、商品乗ってないですもんね。 何買ったか言ってないんで。そうですよね。じゃあ行きます。こちらフィーブリーズフェイス&ボディアイスシート、ストラスシャーベットの香りで30枚入りです。やっぱり夏暑くって結構体育とかで汗かいたりとかすることも多かったりするので、ずっと欲しいなって思ってたんですよ。こういう制汗剤欲しいなって思ってて、学校とかにも持って行って使いやすかったりとかっていう面もあってこれにしました。うん、危ない、今言いそうだった。でも次行きましょう。次はセットで買った商品です。こちらですね、お香、なんかいろんなタイプのものがあって、ラブ以外にもなんかバニラとかめっちゃいろいろあったんですけど、なんかラブが気になってこれを買いました。これは結構多分細長いタイプのお香なんですけど、それを乗っける板ですね。次ですね、こちらバン、こっちかバン、デスクランプです。お、私はこの青い猫ちゃんが欲しかったんですよ。でこうやって置いてあって、この向きで、だから青い猫ちゃんやろって思って撮ったら、白の豚でした。なんか結構最近テスト期間続きで勉強することが多いので、こうちょっと夜とか夜遅くに勉強する時とかにこうやってちょっと置いといたら便利かなと思って買いました。可愛いし、まあ、癒されるかなって思ったんですけど、自分の欲しかったやつではなかった。まあまあそういうこともあるかなと思います。で次が食品じゃない商品のラストになります。こちらバン、アロエの保湿液、スージングエイジェルっていう名前なんですけど、最近これめっちゃインスタで大バズりしてて、これこのジェルタイプのもあるし、このぐらいの箱に入ってるのもあるんですけど、これしか見つけられなくて今回はこちらを購入しました。なんかめちゃめちゃ肌にいいっていうのと、結構評判も高かったのでずっと気になってたんですけど、それがちょっとね、あの通販で買うより安く売ってたので購入しました。保湿、やっぱちょっとこの時期、そうですね、夏だからちょっと暑くなりますよね。ちゃんと保湿しておかないと、あと私乾燥肌なんで結構保湿しないとと思って買いました。はいはいはい、あ、買っちゃいましたよね今ね。え、いや、やってなくないですか、何も。やばい、今日欲しい商品ばっかり取られてる。じゃあここで食品に行きたいと思います。え、マジで
悔しい。じゃまず食品一発目、バン、よっちゃん丸。これ見たことある人いるかな。これたくさん入ってるんですよ。これは小学2年生ぐらいの時にマッチでハマってて、親が大好きで、親がそもそも買ってきたんですよ、うん、1個いるって言われて食べたらめっちゃハマっちゃって、1日に10何本とか一気に。もう私にとって懐かしのお菓子って言ったらこれなんですよ。と久しぶりの再会をしてどうしても気になって買ってしまいました。もし1個いいですか。はい、面白い。え、今言いました。今言ってました。いいですかって入ってる。やばじゃあまあ怖いね。いいですよ、もうこれはやばい。気合い入れます。次、じゃん、こちらです。ビーフジャーキーですね。近くのスーパーによく妹と買い物に行くんですよ。その時にこれが気になって買ったらめちゃめちゃ美味しくて、まあ量もちょうどいい、そんな食べ過ぎずに終われるし、あんまり罪悪感がなく食べれるので、これは好きで買ってます。オッケー、もうオッケー、次行く。次行かないとこの子いなくなっちゃう。はい、続いてこちら。これちょっと懐かしくないですか。ちっちゃい時みんな食べますよね。そうなんですよ。でもなんだかんだめっちゃ美味しいんですよ。なんか妹が4歳とか5歳ぐらいの時にめっちゃ食べてて、ちょっとたまに食べたくなるじゃないですか。それがちょっと来ちゃって、その時期が来ちゃって買いました。ほい、ほい使えばいいんだ。めっちゃいいこと思ってた。よし、ほいでいきます。続いてこちら、こちらですね、鬼滅の刃とコラボしてるブルボンさんのプチクッキーですね。こちらはキャラメルクッキーの味でございます。このプチシリーズ結構昔からよく食べてたんですけど、今ちょうど鬼滅の刃とコラボしてて妹がめっちゃ好きなんですよ。この間ね、それこそスーパーに行った時に あったんですよ、そこにも鬼滅の刃シリーズのプチが。けど妹の推しのこの無一郎くんがいなくって、めっちゃ悲しんでて、今回見つけたのでちょっと購入しちゃいました。ということでこれは妹用ですね。 OK、 じゃあ次行きましょう。そうですね、でここで仕掛けるの本当やめてください。これだけは失えない、妹のために買ったやつだから。続き行きます。マン、みちょです。これもうずっと気になってて、お酢ですね、炭酸とかを水とかで割って飲めるようなお酢なんですけど、ずっと気になってたんですけどなかなか買えなくて手が出せなくって、このタイミングで買いたいなと思って購入しました。で結構いろんな種類の味がある中で、私結構なんだかんだザクロが好きなんですよ。こういうお酢系のザクロが結構好きなのでこれを買いました。もうやった、本当に。で続いても飲み物なんですけど、こちら、バン、めっちゃ可愛くないですかこれ。デザイン可愛いですね。可愛いですよね。もう完全にこのデザインに惚れ込んで買っちゃったんですけど、美味しそうだし見た目が可愛くて100円しないで買えたんですよ。このサイズで100円しないってなかなかないじゃないですか。だいぶお得ですね。ですよね。はい、続いていきます。はい、あ、めっちゃしっかり言ったじゃないですか今。今言ってましたね。でも出てないですもん。2回目ちょっと待ってください、気合を入れ直します。よし、では参ります。バン、こちらはエッセル、明治エッセルさんのスーパーカップ。私結構スーパーカップはバニラを食べることが多いんですけど、ちょっとこのゴールデンパインヨーグルトっていうのがめちゃめちゃ美味しそうで、ちょっと夏っぽいですもんね。ですよね、うん、気になって買いました。やっぱ夏のアイスは欠かせないですよ本当に。そうですね。うん、そして次が最後でございます。じゃーん、これ一回は買ってみたかったんですよ人生で。あのうまい棒いろいろ味、開けてみます。え、すごーい、ほらいっぱい入ってる。え、すごい、これ最高。本当いろいろ味ですね。シュガーラスク味、コーンポタージュ味、明太味、牛タン塩味、チーズ味、あ、まだある。え、野菜サラダ味、あ、定番のやつですね。はい、あ、はい、あ、はい、はい、あ、今今言いました。え、うまくないですか言わせるの。そういうスクール通ってました。やばい、これなくなるのはめっちゃ痛い。え、だとしたらこれは机の上に乗ってますけど、それは机の上にまだ乗ってないですよ。こっちのいろいろ味のでっかいやつ。はいはいはい。2回目ですね。あー、やばい、弱っ
弱いなー。ということでゲットできた商品は10品。あ、でも割と取れてる方ではあるんですね。取れてはいるんですけど、いや、なんそうまい棒と桃セラミドとアロエとよっちゃんは欲しいなって思ってて手に入れたやつなんですよ。でも欲しかったやついつも取られる。やばいですね。ちょっと出直してきます。ぜひこのまたリベンジしましょう。お願いします。ということでこの動画はこれで終わります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。グッバイ。じゃあ。